今日は JR 八尾駅前から徒歩1分のところにある串料理リキさんにやってまいりました。串料理リキです。ちょっと分かりにくいところにあるので皆さん注意して看板を見ておいてください。では今から中に入ります。失礼します。はい、お邪魔します。よろしくお願いします。今日はまずちょっと店内をいろいろまた見させていただきたいのですけれども、まずこちらがカウンター席。こちらの前にネタケースがあって、お一人様でも気軽に立ち寄れるカウンター席ですね。はい、駅からも近いので、はい、結構やっぱり一人でサラリーマンの方とかも気軽に立ち寄ってビールなどいっぱい引っ掛けながら美味しい串、はい、カツを皆さん召し上がってから家に帰るということがよくあるそうです。はい、カウンター席です。じゃあそれではちょっと2階の方にじゃあ案内していただいてよろしいでしょうか。お願いします。あ、こちらがお座敷ですね。はい、こちらは大体何名様ぐらいまでの入れるんでしょうか。最大30名様まで宴会ができると。はい、で、なんと掘りごたつ席なので足もね、ちゃんと伸ばしてくつろいで宴会が楽しめる、美味しいお酒が飲めて美味しいカツが食べれる。はい、はい、いいですね。こちらはもう宴会にぴったりのお座敷、掘りごたつ席ですね。はい、そして、リキさんがもう一つの空間が、はい、個室。こちらの反対側が個室になってまして、はい、こちらを入ると、またこちらはまた違った空間で、テーブル席になってまして、はい、こちらの方が10名様までです。はい、で、ゆっくりとこちらは気にすることなく、はい、ゆっくりとお食事が楽しめるというふうな空間になっております。はい、間接照明などもすごく綺麗。ぜひ皆さんこちらでゆっくりとした時間をお過ごしくださいませ。つけて、はい、今から揚げます。これってやっぱりわかるんですか、一番いい揚げ頃が。あ、はいはい、そうですね、やっぱりずっとさすがですね。ずっと揚げてらっしゃるとだんだんわかるようになりますか。はい、で、この音がいいですね。で、この観光がこう立ってるのが、パンが立ってるのが、あー、なるほどなるほど、パン粉が立ってます。イワシの梅としそとイワシ、はい、ぴったりですね、相性抜群です。こちらは牛肉です。ささみとトマト、全部人気メニューですね。はい、はい、美味しそうです。ホクホク揚げたてです。衣が外はカリッと中はジューシー。ぜひ一度リキさんに、皆さんお越しくださいませ。ありがとうございました。